どうも、エルカギです。お願いします。いや、M1 2回戦のチケット、うん、早く売り切れらしいね。あ、はい、すごいじゃないの。これ大阪も、うん、大阪は日によって残ってるらしいね。あ、大阪も。やめとけよ、お前。大阪残っちゃった。大阪はちょっと日によって残ってどうでもいいよ。ほとんどの日って全部売り切れてんだよ、お前。ただね、大阪でちょっと似たような漫才多いんで。東京も多いよ。死にたいのか、俺ら。はい。ハードル上げるな、はい、2回戦受けなくなるぞ本当に、うん、同業者的に言いましたダメだからね。確かにね。違いますよ、うん、これ M1 グランプリの2回戦が、はい、M1 が浸透しすぎても早くも売り切れになったのか、うん、はたまたね浸透しすぎて転売屋の目について当日客席ガラガラになるのか今んとこ分かんないらしいんだよ。でもあなたは喜んでんですか。うん、喜んでねえよお前。いいじゃないですかそれ。俺らが昔やった単独ライブの時に、うん、ね、俺らそんなに無名にもかかわらず、うん、俺らのチケットが転売されて今みたいな問題になる前ですよ。9000円の値がついて、うん、当時俺どんなどこの告知に出ても、うん、松本人志1万円ライブ以来の値がついてますよって喜んでいたんだけど、その後そのサイト自体が問題視されてなくなったの。いや誰がわかんだよお前。怖いですよあなた。なくなったの誰がわかんだよ本当に。そうそう、実際あれどんな問題だったんですかね。あれはね問題なんないのよ。 あれは俺らのチケット転売されてたんだけど、はい、びっくりすることあるのよ。転売されてる最中に定価のチケットまあまあ残ってたのよ。あら、普通に買えたのよ公式のサイトから。あれ定価いくらで売ってましたっけ。2000円ぐらいですね。あら。どうもありがとうございました。